イドルフルーツポンチのひーちゃんポン。本日の企画は、一人だけラーメンが激辛かと思ったら激甘ドッキリ。この企画なんですけど、前にもなんかいつだったか仕掛けたことがあるんですけど、ラーメンがあります。全部辛いっていう手で出すんですけど、一つだけめちゃめちゃ甘いラーメンを出したら、ターゲットはどんな反応をするのかっていうのを見ていきたいなって思って、この企画を持ってきました。これを辛いというのか、それとみんなにと合わせずにちゃんと自分の意思を伝えるのか。で、まあターゲットはソルトです。他のメンバー、新メンバーには連絡しちゃいたいと思います。今いないので、ちょうどフルーツポンチ、お疲れ様です。え、今大丈夫？大丈夫です。ごめんね。新メンバーに激辛早食いラーメンをやってもらいたいのね。タルトのラーメンだけ激甘だったらどんな反応するのかなと思って。めっちゃいい。そう、わかりました。頑張ります。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。今口かけに。そう、よっしゃ。早いの、飲み込みが。てか何も言ってないし。一人だけ激甘だったらどういう反応するのかっていうのをソルトに仕掛けたいのね。え、本当に辛いですか？辛いよ、辛い。します。フルーツポンチということで、あの2人に説明し終わったので、みんなが来てからラーメンを作って、まあ目の前で作ってる、そんなこと起こるわけないじゃん。だからまあ作って早食い対決をしてもらおうかなって思います。次はあれだね、店オープニングでお会いしましょうかな。シャーシャーフレッシュ、毎日投稿アイドルフルーツポンチのあかね、はるか、ひーちゃん、すると、ポン。本日の企画は、新メンバー激辛ラーメン早食い対決。めっちゃ勝てる自信ある。それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されたキーワードを公式 LINE に送っていただけると、限定画像や限定動画がもらえるので、ぜひ最後まで動画を見てください。お願いします。辛いの得意だからさ、一番早そう。おお、早く出て、確かに。頑張ろう。大丈夫？大丈夫です。心配やな、これは。心配やな。心配やな。ラーメン、ラーメン。わかった？おだちこ、おだちこ、みたいな。小さいことは小さい。はい、わかった、わかった。え、ひーちゃんって何歳なんですか？え、今年で22。あぁぁ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 何だ、あ、お腹がついた。ちょっと寝ぼじた。あ、そうだよ、ね、寝ぼじた。やばい。熱いのと辛いのってやばくない？やばい。やばいね。そうですよね。過呼吸になりそうになる。なんか本当口を。数字させんです。あの口、この紐、一本の紐で。めっちゃ痛そうだよね。そう。うわ、やだやだやだ。一個はやつ。こないでやったやつじゃん、コロナの。また新しかったな。そうそうそう。完成したから熱いうちにみんなに召し上がってもらいたいと思います。あー怖い。フルーツポンチ、え、なんか赤いよ。わ、めっちゃ辛いね。匂いが出しそうっす。辛そう。え、これどんだけ入れました？まあ、何振りかしかったね。鼻ツンでした。大丈夫、意気込みとかなんか言っとく。最後に、最後の言葉になるかもしれないよ。え、何か死ぬみたいな。い、言い潰れた、どうしよう。絶対辛いもん。ワンチャンだってもうな、見た目が辛い。それでは、よーい、スタートいただきます。始まりました。え、これ辛いの絡んだよもん。新メンバーバージョン。うわー辛そう。もう辛いの言うと全然いいよ。はい、うわー、匂いがやばい。誰がファースト、あ、ファーストタッチは、待って、辛い、待って、めっちゃ辛いよ。いや、そうじゃない。
これもう本当にやばい。あの、わかんない、ラーメンを辛味と思わずに食べる方がこれなんですよ、うんうん、本当に。そう、なんか韓国で見た。へえ、そうなの。そう、こうやってやってでもこれ早く食べる。え、だから早く食べれるこれ。あ、ほんとほんと。でもこれ頑張れね。うん、頑張れ頑張れ。辛いかも。ちょっと慣れた。早く慣れんの。いや、ほんとにやばい。やばいね。いや、長くない。なんか最近辛いの食べてた。ちょっとだけ食べてた。うん、でも匂いめっちゃやばい。やばいね。やばい。やばい。大丈夫？それとかこんなに辛がってるもん。ねえ、やばいね。ほんとに辛い。助けて。マジで辛い。助けて。辛い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 。頑張れ。ゴリラ。辛い。あ、でもゴリラが出た。下から取ってみる。下に溜まってる可能性もあるから、下最後大変になっちゃうからね。下から取っていく。やばい。やばいやばい。痛いし、枯れないし、飲んでる。痛いし、もう避けてる。違う違う違う。食べたいんだってば。わかるよ。食べたいけど食べないんだってば。辛いからちょっとずつしか食べられへん。ね、でも結構いいよいいよ。辛いよね。大丈夫？鼻水止まらへん。みんな止まんない。ゴミ出したんだけど鼻水止まんない。てか食べにくいでしょ。でも誰、もうでもみんな大丈夫だよ。ちょっと話して。いいよ、行ってきな。辛いからちょっとジュース取ってくる。うん、辛いからね。ちょっと入れすぎちゃったかもしれない。それはごめんね。辛くないのに、ちょっとみんなに合わせてます。帰り、コロナミンシーなの。辛いのにみんな大好き、オランシー。そう、辛いから。あ、でも炭酸ビリビリするから。うん、大丈夫？もう7分経ってますから。うん、やばこれを一気に言ったら辛い。そうそうそう、マグマ食べてる気分。マグマ食べてる気分。やばすぎて涙出てきた。ほんまにあまりにも辛くて出てる。出そうなって。ほんとにやだ。ほんとに辛い。どうしよう、ほんとにどうしよう。辛くて食べられない。もう辛くて食べられない。辛い、ほんまに無理。ほんとに無理。辛くて食べれない。ということで本日の企画は、一人だけ激甘ラーメンドッキリ。待って、なんか自分だけ、なんか、あ、うえってなって、最初甘くて。あ、逆にね。でも、なんか二人辛いって言うから、辛いんかなみたいな思ったり、なんか自分だけ調味料間違えられてるなって思ったりしたけど、とりあえず合わせようと思って。とりあえず合わせて、もう辛くて食べられへんって言ってたの。え、ここから見よったら二人の辛さがやばいから、匂いはマジで、ああ、自分の辛い匂いだなみたいな。わかんない。そのど、ちょっとうち正直味見はしてないから。あ、こっちの方がいい。本当こっちの方がいい。甘いの好き。辛い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 。やばいでしょ。そうね、ガチでそれを。それらの頑張ってたんだよ。そうだよ。アレとハルカは頑張って食べてくれました。やばい、ごめん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 、ほんとに、ほんとにやばい。マジで痛い。フルーツポンチ。結果としては、ハッサルトは、あのね、あの、まあみんな、てか周りに合わせられるいい子なのかなっていうね。まあやらせ、確かに。まあしちゃったけど。違うかった、サビ、仕方、サビソルになっちゃった。サビソル。サビソル。なんかサビてるみたいな。それダメだ。ということで、本日の LINE のキーワード。やらせはしませんね。そうだね。お願いします。お願いします。はい、今日の動画もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。3人とも頑張ってたよと思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。